ホームバリアフリー改以前のホーム下新名駅は東京都品川区西品川一丁目にある東急電鉄大井町線の駅である。駅番号は OM02 相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。サービスマネージャー導入駅のため大井町駅から遠隔監視している。2012年度からエレベーター、エスカレーターの設置を中心に耐震補強。 バリアフリー化を目的とする改良工事を開始した。2014年2月28日にエレベーターの供用が開始され、東急線全駅でバリアフリールートの確保が達成された。2020年度の1日平均乗降人員は6711人である。大井町駅から徒歩県内にあるためか、利用客はそれほど多くなく、東急大井町線の駅では、 北千束駅の次に少ない。近年の1日平均条項、乗車人員の推移は、下記の通り。品川中央公園とタコ公園、江原第五地域センターが、駅に隣接している。戸越公園も徒歩圏内にある。駅周辺は、青霊中学校、高等学校、品川区立豊佳用の森学園があるほか、品川区役所などの公的施設が多いため、学生や、 通勤客の利用も多い。大井町駅、西大井駅、大崎駅の各路線に囲まれた立地にあり、利便性に優れた、閑静な住宅街である。また、駅の徒歩公園方面を、東海道新幹線及び品、鶴線の線路が通る。大井町線と品、鶴線の交差地点は品。鶴線を走行する湘南新宿ラインの列車が品。 鶴線から大崎支線へと入る旧、蛇久保信号上である、武蔵小山方面の補助26号線、大崎方面の163号線の工事を通じて、道路ネットワークの強化、充実が進んでいる。ありがとうございます。